さて、ここからは3人本戦だな。初めてだからワクワクするぜ。こっちのリトのベースは33番線から発射するみたいだな。あと少しで発射だからいっそで。以上の注意事項をよくお読みください。お守りいただけない場合はブラウザバックしていただきますようお願いします。皆様のご協力をお願いします。なしでこんな人多いの、この列車。ふう、なんとか乗り込めましたね。いつの間にか反対側には、到着を待っていた特急機の先6号がやってきましたね。それでは、発車します。サラリーサは普通、サラベ行きです。しばらくは東海道線の列車と並走し、梅工事蒸気機関車間付近で東海道線と別れ北進します。梅工事蒸気機関車間しっかり取れなかったな。どんまい。そして2条に到着。この屋根の形がすごい。お、某鉄道旅実況者の始発駅、花園駅です。自分もこの作者のように面白い鉄道旅動画を作れるようにしていきたいですね。このクソオプ主が面白い動画を作れるようになるまであと何年かかることやら。とまあこんな感じで京都の市街地や住宅地を走ってから約1200秒後、急に山間部に入ってきたな。ちょうど京都盆地を抜けていくところなのでしょう。なんだこの線路は。佐賀のトロッコ列車だね。13円本線で隣に流れる北側に沿って走ってたんだ。きっと景観がいいんだろうな。いつか乗りに行きたいものだぜ。今乗っている 221系は体質改善を受けた車両なので、座席も更新されていたり、 LED 案内表示器を新規に設置するなどしていることもあり、車内はとても綺麗です。第1回の時にも体質改善車に乗車したことがありますね。あれ、あの路線図、三輪本線のものがないよ。いや、こっちにあるぞ。あれ、福知山のところ、もう、京都丹後鉄道、変わっているよ。早いな。もう折り返す列車の案内していますね。車掌さん行動が早いですね。そして終点の園部に到着です。ここからは福知山駅のワンマン列車に乗っていきますが、列車までの距離が遠すぎですよ。しかも2分接続だからゆっくりしすぎると乗り遅れるぞ。早くしろ。間一発でしたね。
車内は予想以上に混雑していました。こちらは運転台です。この列車は221系性能、わざわざ同期する必要あるのか。園部を発車して最初の駅、船岡に到着しました。ここでは京都で見た折り返しの381系特急機の先1号に追い越されます。和知では快速列車とすれ違いました。山陰本線ってローカルなイメージがあったけど、予想以上に本数が多いな。綾部に到着しました。京都方面に北近畿丹後鉄道の KTR8000 系がやってきています。2両編成なんて可愛いな。2両編成なので何かしらの列車が連結するのでしょう。発車後にその並結相手とすれ違いました。運転台を撮影しています。お忘れにならないようにご用意ください。山陰線です。和田山線北近畿丹後鉄道は乗り換えです。乗り換えのお客様はこちらに口山に到着しました。乗り継ぎの列車は4分後に発車なので急ぎます。しかも他車線に乗車するので切符も購入しないといけないのでね。果たして乗り継ぎの列車には間に合うのだろうか。次回は2連続のシリーズ初めての第三セクター路線に乗車、1号の普通列車で警戒2単号を北上していきます。また車内には鬼が。果たしてこの先、一本はどうなるのか。次回、日本全国鉄旅巡り第6の4回 KTR ゲイツ天の橋立て、お楽しみに。もうこれ、どうやって天の橋立てに行くか、ネタバレしてますね。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。Thank you.